みんな今から、応援隊の方を、2、3募集します。てかよく考えたらさ、思った、こいついるじゃん、忘れてた、お前のことごめんな。お前ちょ、クロリンデさんのおっぱいにしか目がいってなかった。あ、違う、おっぱいじゃない、本当にクロリンデであり、クロリンデ、そしてセトス、そしてすごい、どうした、前回のイベントはめられた、まるで心臓みたいな形でしょ。おー、すげえ、金玉になった。こいつ金玉作るの、熱っ。ほら、これ紫はほら、だってね、星を意味するが、圧縮して金玉に変換することによって星5が出るという暗示ですね。これは今日原活技に命かけてるから、ありがとう。まあ早速引いちゃおっかな。もうこれはね、完全に出ました。いきます。さあ、金玉だから、はい、まあ紫玉かもね。まあまだ圧縮途中ってことで、よー、トーマ久しぶり、来い、セトス来い、お前の見せてみろ、お前の金玉、金玉もうダメだ、もう今日最悪じゃん。今日サムネもさ、バケツ見せろだしさ、金玉見せろ、もうまずい、トーマの金玉しか見れなかった、あぶねー。よし、20連目、あ、武器じゃなかった、トーマ、あ、また紫玉玉、よし、これで2つ揃ったから、次からはさすがにちょっともう3つ目の紫玉玉いらないってことで、これくそ、よっよっ、おっ、いけー、出ろ、あー、3つ目の、さすがに3つもいらないんで、誰かに金玉プレゼントします。金玉ってか紫玉っていうのかな、紫だから。あっあっあっ、こいつ、あっ、来た、金玉先生、来た、どうもどうも、僕はセトス、あ、そうなの、君は、あ、知らない、僕に何か用かな、あ、用はないんだけど、特に、ま、ここで突っ立ってるのもなんだし、うん、ついてきて、え、座って話すのにぴったりな場所まで案内するからさ。めっちゃナンパじゃん、こいつ、やば、お前クラブとかで女連れ出しするタイプの、え、そういう人だったの、先手必勝、あ、確かにね、ナンパは先手必勝だわ、確かに、え、あちきも金玉も生成できるじゃん、これで。ナンパ人みたいな男が多いんだけど、このゲームさ、ガミンといい、リネといい、いけ、俺の金玉、まず紫玉玉を、あー、凝縮して金の玉になった。ガイア見て、金玉作れた、ほら、これ金玉狙ってる、やめて、ほら、2つの銀玉が合わさって、ついに本気を出せるってことよ、これは。やべー、力こもってきた、あっちー、ちょ、ガイアの金玉みたいにしないで、やめて、勝手に自分の金玉、やめてください、ちょっと危ないですから、これ凝固ドンビーてるから、やめて、これちょ、そこに交換に合わせない、やめてほしい、本当に。よし、来たわ、これね、セトスはもう引いたし、あとはもうクロリンデさんがこの金玉圧縮術によって、何の話をしてるの今これは、ちょ誰か勝利持ってる、ね、誰かセトスか勝利持ってる、このさ、チャージ、まあ、セトスは2人必要なんだけど、いやでもちょっと小さすぎる球が、これは、あ、一緒にすぐ構えてくれる金玉を、あ、そう、ちょっと、お前そ、お前も球立てんの、ね、球ばっかりだって、今日棒がない、白波のこと暗示してる、白波が金玉しかないんだな、そういうこと、やばい、球が3つできちゃった、球過剰パーティー、あ、来た、あ、ちょ違うの、今日の球の主役はセトスくんじゃん、セトス玉じゃん、今日は瀬戸玉だから、今日もちっちゃい玉、ダメだ、この棒にして、この玉小さすぎる、さすがに、さすがに小さいか、この時でちょうどいいぐらい、これはさすがに小せえよし、お前だってやるわ、じゃあお前ら頑張ってて、私はこの縁起いいところの前で聞くわ、もう本当にひどいんだけど、えずらがごめんなさい、ちょっと今お食事中の方とか、なんかあのこういうの嫌いな人とかいたら、すぐにこのチャンネル登録解除してブロックした方がいい、よし、揺らぐことなし、よし来い、何年目、あ、待って、来た、来た、来た、え、もう、あ、やばや、これチキンのおかげだわ、ちょ金玉いっぱい作ったおかげってこと、みんな新しい儀式できちゃったわ、ガチでご利益あるってこと、いやいや、まだまだ
ってない。まだ金玉演出は来たけど、その金玉が本当の本物の金玉なのか偽物の金玉なのかまだ分かってない。やばい、ティナリのあったよね。ティナリのガチャ気持ちよすぎたのとか歌ったらティナリが来てごめんなさいってなってた。その時と同じよ。何も反省してない白波は。はあ、お願い。ちょっと汚いもの食べてるけど今。お願い。やっぱり金玉のおかげで来るのか。後ろの人たち頑張って建設してんな。はあ、めっちゃ引っ張る。うわ、まだ引っ張る。うわ、うわ、うわ、怖い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 。さあ、金玉のご利益はあるのかないのか。全然ない。あ、ちょっとないわけじゃない。まだ参る。見せてみろ金玉の力は。うわー、皇帝の帝決闘代理人クロリンデだ。よろしく頼む。代理決闘の依頼なんだ。まずは状況について教えてくれ。チンコが立ってます。後ろに。人間関係についての説明は不要だ。あ、そうですか。私には関係ない。そうですよね。やばい、過去一ひどいかもこれ。本当にどうしよう。これショートにしたらさすがに燃える。ついに燃える。まあいっか、このチャンネルそろそろ燃やさないと。なんかどこまでもいけるって思われてしまう。そろそろ燃えないと。絶やさず、お前ら絶やさずチンチンを作りながら上で遊びやがって。お前たち、やばい、戦いもかけてる。ちょっと待って、今から生成するわ。うわちっちゃ。ありがとう。確かにちょっとちっちゃかったわ。いやでもこれだとさ、差を担当すぎじゃない。さすがにねえ、ちょっと本当に女性の前にこれ立てるのってヤバくなんだし。ねえ、決闘代理人が大事じゃなくて直々に倒すよ君たちのことを。こっちがそういう動きを。いやでも皆さん見ましたか、ご利益を玉の。じゃあみんなありがとう。おかげでお前らが金玉を絶え間なく作ってくれたおかげで、ちょっとね、無事に引くことができました。でもちょっとあんまりクロリンデさんのままそこに触るとそろそろ燃やされそうっていうか。では皆さんありがとうございました。お前たちに感謝。いや、幸運だったこれは本当に。